ねえねえ、ターボチャージャーちゃん、どうしたんだ、自然吸気ちゃん。前回、日産の瞬速ステーションワゴン、初代ステージアを解説してくれたけど、今回はそのスペシャルモデル、的なやつを、解説してくれるって約束だったよね。そうだ、ステージア 260RS のことだろう。初代ステージアの標準モデルについては、前回の動画である程度解説しているから、まだ前回の動画を視聴していないという人は、そっちを先にチェックした上で、今回の動画を視聴することをお勧めするぜ。この動画の概要欄に URL を貼っておくね。ということで、今回はステージア 260RS だ。早速解説を進めていこう。よろしくお願いします、ステーションワゴン。まずは前回の動画の簡単なおさらいだ。1990年代、スバル、レガシーが大ヒットしたことで、日本はステーションワゴンブームが巻き起こっていた。国内の自動車メーカーはレガシーに次ぐヒット作を、我先に生み出そうと躍起になっていたんだよね。そうだ、このステーションワゴンブームによって、数々のステーションワゴンが生まれては消えていった。その最中で誕生した日産、ステージアの初代モデルは、他社が力を入れていなかった大型クラスのステーションワゴンだ。上級セダンに匹敵する高い走行性能と上質感を実現していて、当時の国産車としては唯一無二のステーションワゴンで、中高年層から若年層まで、幅広いユーザーの支持を得ていたぞ。レガシーがステーションワゴンブームの立役者になったことで、小型から中型のステーションワゴンが充実してたんだったよね。王者レガシーに真っ向勝負を目論むんじゃなくて、強敵がいない場所を攻めたのは良い戦略だと思う。初代ステージアは当時のスカイラインやローレルと、プラットフォームを共有してコストダウンを図りつつ、内装は日産の上級セダンに匹敵する質感を実現した。さらに、走りにおいてもグレードによっては、スポーツカーかおまけのスペックを実現するなど、商品力の高いステーションワゴンに仕上がっている。ただ単にスペックが高いだけじゃなくて、直列6気筒エンジンを搭載するとか、特別感にこだわっているところも魅力的だよね。しかし、発売当初設定されたトランスミッションは 480 のみと、走りを楽しみたい層にとっては満足できるものではなかった。上質感も売りにしたステーションワゴンだし、必ずしも MT の設定が必要だとは思わないけど、でもまあ、スペックが優秀では走りが魅力的だからこそ、MT の設定も欲しいって思う人の気持ちは十分わかるよ。1997年11月、ステージアの発売から1年と少しが経過した頃、ステージアに大改良を施した特別仕様車 260RS が登場した。お、ついに 260RS の登場だね。正式名称は、ステージア、オーテックバージョン 260RS。社名からもわかるようにこの特別仕様車は、日産の特装車部門、オーテックジャパンが開発したもので、もともと走りのポテンシャルが高いステージアの魅力を、さらに引き上げたモデルに仕上がっているんだ。でも、標準のステージアの時点で、直力ターボエンジンを搭載していたよね。小規模な変更でも十分面白そうだけど、具体的にはどんな改良が施されているの？ステージア 260RS の最大の特徴は RB26DETT 型。ステージアの標準モデルが搭載する最強エンジン、RB25DET 型を上回る高出力エンジンを搭載していることだ。RB25DET 型を上回るハイパワーエンジン。RB25DET 型って確か280馬力じゃなかった。それはマイナーチェンジした後に搭載された、ネオストレート6番 RB25DET 型の最高出力だな。ステージア 260RS が登場したばかりの RB25DET 型は、最高出力235馬力、最大トルク 28.0kg 程度だった。あ、そうなんだね。そういうことなら、RB25DET 型を上回るっていうのも、理解できるっていうか、ありえない話ではないよね。それにしても、RB26DETT 型エンジンって、なんか聞いたことある気がするんだよな。ふっふっふ、教えてやろうか自然吸気ちゃん。いや、解説動画なんだからもったいぶらずに言ってよ。それもそうだな。ステージア 260RS の RB26DETT 型エンジンは、当時のスカイライン GTR、いわゆる R33 型 GTR が、搭載しているエンジンと全く同じものなんだ。はい、もう一度言うぞ。ステージア 260RS が搭載しているエンジンは、R33 型 GTR と共通のエンジンなんだ。そんなとんでもないエンジンを走り重視とはいえ、普通のステーションワゴンに搭載してるの。そうだ、すごい車だろ。すごいなんて騒ぎじゃないよ。あの GTR のエンジンを搭載しているなんて。もっと言うと、このステージア 260RS はエンジンだけではなく、ドライブトレインや足回りも R33 型 GTR のものを流用している。この車を一言で例えるなら、スカイライン GTR ワゴンだ。
前回の動画の最後の方でそんな話をした気もするけど、改めて考えると常軌を逸してるよね。当時の日産って、当然、R33 型 GTR の中身を移植して終わりというわけではなく、BBS 製の単造アルミホイールやエアロパーツを装着するなど、ステージや独自のチューニング、カスタムも施されているぞ。スカイライン GTR のことを戦闘機と例えたりすることがあるけど、実用的な戦闘機なんてないだろうし、この車は例えようがないね。ステージア 260RS の発売から約9ヶ月後、ステージアの標準モデルはマイナーチェンジを実施した。フロントマスクを中心に外観デザインが変わって、エンジンとかも新しいやつに換装したんだっけ？さっきも軽く触れたが、マイナーチェンジ以降のステージアは、ネオストレート6と呼ばれる新世代パワーユニットを搭載した、最高出力235馬力、最大トルク 28.0kg だった RB25DET 型は、最高出力280馬力、最大トルク 34.0kg へと出力向上を果たす。ステージア 260RS と R33 型 GTR が搭載している、RB26DET 型のスペックってどのくらいなの？最高出力280馬力、最大トルク 37.5kg だ。おお、さすがは日産の名機。でも、RB25DET 型も RB26DET 型とほぼ同じくらいだね。いや、当時は280馬力規制というものがあってな、280馬力以上のポテンシャルを持つエンジンは、その最高出力を規制で意図的に抑えられていた。RB26DET 型はカタログ馬力こそ280馬力だが、実際は、吊るしの段階でそれ以上の実馬力を実現していたというし、ライトチューンだけで320馬力を上回る実力があるらしい。そっか？あくまでカタログ数値上だと、RB25DET 型と RB26DET 型は同じくらいだけど、実際のポテンシャルはまるで別物なんだね。まあ、RB25DET 型がダメなわけじゃないけどな、RB26DET 型エンジンが偉大すぎるって話だ。そういえば、ステージア 260RS って、ステージアがマイナーチェンジする前に、発売された特別仕様車だったよね。そうだな。マイナーチェンジ後のステージアには、260RS は設定されていなかったのかな？いや、後期型のステージアにも設定されているぞ。後期型 260RS は1998年10月発売だから、標準のステージアがマイナーチェンジを実施して、2ヶ月遅れで改良が加わっていることになるな。初代ステージアの販売期間は1996年から2001年で、前期型より後期型の方が販売期間が長いことになるけど、後期型 260RS の方が販売台数が多かったりするのかな？少なくとも話題性は前期型の方が上だが、中古車市場での流通台数は後期型の方が多い印象だ。こういったスポーツモデルは話題性ありきだしね。特にスポーツカーは発売直後にいっぱい売れて、あとは徐々に販売台数が減少していくらしいし、ステージア 260RS はどんな感じだったんだろう。次はステージア 260RS の外観デザインに迫っていくぞ。と言っても、基本的なデザインは標準モデルとさほど変わらない。スカイライン GTR は標準のスカイラインと比べて、フェンダーが拡大されたりとボディサイズに違いがあるけど、ステージア 260RS はその辺に関してはどうなのかな？ステージア 260RS のボディサイズは、全長 4885mm、全幅 1755mm、全高 1510mm と、エアロパーツの採用などで多少数字に変更はあるが、全幅に関しては標準モデルと同じになっている。まあ、当然といえば当然の話なんだが、スカイライン GTR ほどの改良は施されてはいない。あくまでステーションワゴンだしね。フロントマスクは開口部の広い、フロントエアロバンパーを装着したことで、精悍な顔つきに仕上がっているな。標準モデルの上品さはなくなっているけど、その分、スポーティーになってるよね。見るからに速そうな車って感じ。サイド周りは立体感のあるサイドステップと、BBS 製の17インチメッシュホイールによって、フロントと同様、雰囲気がガラリと変わっている。リア周りは大型のルーフスポイラーが特徴的だ。めちゃくちゃド派手なルーフスポイラーだね。これだけで茶碗一杯の飯が食えそう。続いて、後期型 260RS の外観デザインだが、ヘッドライトが前期型よりコンパクトになって、アッパーグリル内にレンズを配置したことで、スポーティな印象が増しているように感じる。フロントエアロバンパーのデザインは前期型と同じかな。細部に違いはあるが、全体の印象はほぼ同じだ。ボディサイドやリア周りに関しては、前期型と比べても大きな変更点はない。ただ、後期型はルーフスポイラーレスが選択できるため、
中古車市場にはルーフスポイラーがある車両と、ルーフスポイラーレスの車両が存在しているぞ。ふーん、ルーフスポイラーがある方が、ド派手でかっこいいと思ってたけど、内方もスッキリしてて割とありだね。まあ、その辺は好みだな。内装デザインも差別化されているのかな？内装デザインも基本的には標準のステージアと同じだ。インテリア全体が黒基調になり専用スポーツシートを採用。また、メーターパネルがホワイトメーター化されたことで、基本的には同じだが随分とレーシーな雰囲気に仕上がった。あとはインパネ中央に3連メーターが追加されて、日産のスポーツカーらしさがマシマシになっている。本当だね。ステーションワゴンの内装らしからぬかっこよさ。ここからはステージア 260RS のスペックを解説していく。まずはステージア 260RS が搭載しているエンジンだが、これはさっきからも言っているように RB26DETT 型、2.6 リットル、水冷直列6気筒 DOHC ツインターボエンジンだ。最高出力280馬力を 6800rpm で、最大トルク 37.5kg を 4400rpm で絞り出す、日産指折りの名機として世界中で知られている。いやー、やっぱりとんでもないエンジンだね。RB25DET 型と比べて排気量は 100cc しか変わらないのに、なんでそんなに違いがあるんだろうと思ってたんだけど、RB26DET 型はツインターボエンジンだったのか。ただ、すべてにおいて RB26DET 型が、優れているかというとそうではなくて、例えば、高回転志向の RB26DET 型に対して、RB25DET 型は低回転からトルクを絞り出す。扱いやすそうなのは RB25DET 型だね。その代わり、RB26DET 型は余力を残したセッティングのため、軽く手を入れてやるだけでどんどんパワーアップしていくんだ。RB26DET 型はチューニングすることで進化を発揮するんだね。トランスミッションは 5MT のみとなっている。標準のステージアに設定されていた 4AT は、ステージア 260RS には設定されていないのか。サスペンション形式は4輪独立喧嘩のマルチリンク式。リアサスペンションは R33 型 GTR のものを有用している。へぇ、そんなところまで GTR なんて気合入ってる。ブレーキは前後ベンチレーテッドディスク式で、ブレンボ製ブレーキシステムを採用している。純正ブレンボとはいえど、間違いのないものだ。標準のステージアには FR と 4WD があったけど、ステージア 260RS の駆動方式は 4WD だよね。そうだな。ステージア 260RS の 4WD システムは、電子制御トルクスプリット 4WD、アテーサ ETS。通常は後輪駆動だが、状況に応じて、前輪にもトルクを配分する仕組みだ。また、電動スーパーハイキャスも備わっている。ドライバーの運転感覚により忠実な、操舵応答性と安定性を実現しているぞ。アテーサ ETS と電動スーパーハイキャス、本当に、スカイライン GTR ワゴンなんだね。ああ、ちなみにこのステージア 260RS は、R33 型 GTR が約490万円で販売されている時に、440万円という価格で発売して衝撃を与えた。R33 型 GTR に匹敵する価格帯って、それだけ特別なチューンが施されてるってことか。そういえば、ステージア 260RS が登場した頃、標準モデルの価格はだいたいいくらだったのかな？ RB25DET 型プラス 4WD の最上級仕様で325万円だ。安価なグレードであれば232万円で購入できた。あと少し頑張ればステージアが2台購入できるレベルじゃん。だから、スカイライン GTR ワゴンなんだよ。R33 型 GTR の中身をごっそり移植してるステージア 260RS だけど、ステーションワゴンだし、さすがに車両重量は大きいんだよね。そうだな。ステージア 260RS の車両重量は 1720kg だった。スポーツカーとして扱うにはいささか重量級すぎるが、そのパフォーマンス自体は本物だから線引きが難しい。そんな線引き必要かな？このチャンネルって運転が楽しければ軽商用版でさえ、スポーツカー扱いするチャンネルなんだけど、おっと、そういえばそうだった。それで、R33 型 GTR の車両重量はどのくらいなんだっけ？スカイライン GTR の中でも重量級の R33 型で 1530kg だ。R33 型 GTR より 200kg 以上も重たいのか。でも、心臓はあの RB26DETT 型エンジンだし、何の問題もなさそうな気はするけど、まさにその通りで、車両重量が大きいからか、正直警戒感というのはあまり感じられないが、一度スピードに乗ったらぐんぐん車速が伸びていく。RB26DETT 型の全力、横乗りしてみてー。もちろん、ただ単にバカでかいエンジンを、搭載しただけのジャジャ馬とは一味違うぜ。
ステージア 260RSHRB26DETT 型の最高出力280馬力を、しっかりと使い切れるようにチューニングされているため、走る、曲がる、止まる、運動性能は全てにおいて高次元だ。当然、R33 型 GTR には何もかも及ばないが、大柄なステーションワゴンでこのレベルに、到達していること自体がすごいんだよな。確かに、それはそうだよね。そりゃ絶対的なパフォーマンスは叶わないだろうけど、何より、ステージア 260RS には R33 型 GTR には、備わっていない実用性の高さという武器があるんだし、とっても魅力的な車に仕上がっていると思うよ。自然吸気ちゃんの言う通りだな。そういえば、スカイライン GTR ってどのモデルも、中古車市場での価格がめちゃくちゃ高いじゃん。世界的に知名度の高い車種だから仕方がないけど、その点、ステージア 260RS は穴場だったりして、残念、世の中そんなに甘くはない。ステージア 260RS の中古車価格は、車両によってばらつきがあるが、だいたい500万円から700万円ってところだ。本当だ、全然甘くない価格帯だった。ステージア 260RS は中古車市場での流通台数が少なくてな。例えば、カーセンサーだと現在は5台しか掲載されていない。価格帯はともかくとして、希少性という点においては、R33 型 GTR よりもステージア 260RS の方が上かもね。やはり中身が R33 型 GTR というのが大きい。中身が R33 型 GTR ではない標準モデルでさえも、中古車市場ではしっかり高騰しているけどな。真っ当なスポーツカーだけじゃなくて、こういった車も年々高くなっていってるのか、世知辛いな。まったく、今でさえ見かけないステージア 260RS だが、今後は標準モデルや2代目ステージアでさえも、街中で見かける機会が少なくなっていくだろう。こんな破天荒な車が販売されていたことを、頭の隅っこに覚えていてくれると嬉しいぜ。ということで、今回はこれで終わりにしよう。最後までご視聴ありがとうございました。この動画が面白いと思った人は、ぜひチャンネル登録をお願いします。動画の高評価も待っているぜ。それじゃあ、またねー。